50人も乗れたよ、すごいね。これはどうだろう、乗ったことになるのかな。じゃあ今度はね、これじゃ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 ん、幼稚園バスくんです。じゃじゃじゃん、このショベルカーの上にね、何人乗れるかっていうのをやってみようと思うよ。もうちょっと厳しそうだね、3人が限界かな。おお、もういっぱいになったね。はい、皆さんこんにちは。今日はね、たくさんの友達がトラックに乗る遊びをしてみるよ。トラックにいっぱいね、友達が乗って何人乗るかっていうのをやってみようかと思うんだ。さあみんなね、こうして並んで待ってるんだよね。さあトラックが来るかな。あ、来た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 、トラックが来たよ。ブブーブブーブーン、あー来た来た、トラックが、楽しいね。よし、さあじゃあやってみるよ。このトラック、このね、ここの荷台にね、何人のアンパンマンの友達が乗れるかなっていうのをやってみるよ。ブーバッコーライバッコーライ、ブブー。よし、じゃあね、ここの中にね、全員乗れるかなっていう感じだけどね。よし、じゃあまずはコキンちゃんから、よいしょ。食パンマンも、よいしょ、乗ったよ。あ、もうね、2列でいっぱいだね、これね。よし、じゃあ次、アンパンマン、よいしょっと乗ったよ。赤ちゃんマンも、よいしょ。ドキンちゃんも、よいしょ。バイキンマンも、よいしょ、乗ったね。おお、もういっぱいになったね。これ以上後ろは乗れないな。さあメロンパンナちゃんも、よいしょ。さあロールパンナちゃんも、よいしょっと。あ、もういっぱいになっちゃったね。カレーパンマンが乗るとこがなくなっちゃったね。お、強引に乗ったら乗れるのかな。あ、全員乗れた、乗れたよ。わーいわーい、楽しいな、全員乗れたよ、イエーイ。って感じでどっか遊びに行くって感じだね。よし、じゃあね、トラックにはこれだけ全員乗れたんで、今度はね、じゃじゃじゃん、このショベルカーの上にね、何人乗れるかっていうのをやってみようと思うよ。さあショベルカーくんのね、ここに何人のね、アンパンマンの仲間が乗れるかな。よし、じゃあショベルカーくん、しっかりね、この体勢を整えてね、よし、これで丈夫になったね。よし、じゃあバイキンマンから、よいしょ、まず一人、ドキンちゃんも、よいしょっと。おお、とこれちょっとね、座らないと無理かもしれないね。あー、乗ることできないのかな、あんまり。よいしょよいしょ、よし、今こんな感じで二人乗れたよ。さあアンパンマンもここに乗れるかな。よいしょっと、あー落ちる、落ちちゃうね。よいしょよいしょっと、これだったら3人乗れたね。カレーパンマンもここに乗るかな。よいしょ、おー乗った乗った乗ったよ。4人乗れたよ。よし、じゃあ次食パンマン乗れるかな、ここに乗れるか。よいしょダメだね、やっぱり。よし、じゃあ次このロードローラーくんの上にね、何人乗れるかっていうのやってみるよ。よし、じゃあドキンちゃんからまず1人目、はい、じゃあ食パンマン2人目、おー立てたね。じゃあカレーパンマンが3人目、よいしょ。あー、バイキンマン、ここに乗れるかな。よいしょよいしょ、あ、ダメだね、バイキンマン。よいしょ、おー乗れた乗れた。よし、じゃあアンパンマンはどこに乗るかな。ダメだね、無理だね。やっぱり4人だね。ブブーブブーブブー、よーし、シエバスくんが来たよ。シエバスくんの上に、じゃあ何人乗れるかやってみよっかな。よし、じゃあまずドキンちゃんが1人目、カレーパンマンが2人目、おっと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 、バイキンマンが3人目。3人乗れたね。もうちょっと厳しそうだね、3人が限界かな。よし、じゃあ食パンマンがここに乗れるかな。ここに乗れたら4人目だけど、ダメだね、ダメだね。はい、ということで CA バスには3人ということになりました。よし、じゃあ今度はね、これじゃ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 ん、幼稚園バスくんです。幼稚園バスくんのね、ここも結構広いからね、ここは結構乗れるんじゃないのかなって思うんだ。よし、じゃあまずアンパンマンくん、はい、1人目、食パンマンが2人目、よし、じゃあロールパンナちゃん3人目。よし、もう一人乗れるか。お、乗れそうだね。
よし、じゃあメロンパンナちゃんが4人目。おお、4人乗れたよ。すごいな。市営バスよりも幼稚園バスの方がたくさん乗れたんだね。ほら見てみて、すごい楽しそうだね。ブブーブブーって感じだね。ブーン。おお、バイキンマンこんにちは。ブブーって感じだね。面白いね。よし、じゃあ最後はね、このブルドーザーくんに登場してもらいます。じゃあブルドーザーくんの上にね、何人乗れるかやってみるよ。今のところね、やっぱ1番はこのトラックだったね。そして2番はこの幼稚園バスくんだったね。このブルドーザーくんの上に何人乗れるかな、やってみるよ。よし、じゃあメロンパンナちゃんがまず1人目よし、立てた。よし、ロールパンナちゃん2人目。よし、こうしようかな。こうしたらもっと乗れるかな。よし、さあ食パンマンくんもここに乗るよ。よいしょっと、乗れるかな。乗れた、3人乗れたぞ。よし、じゃあアンパンマンいくよ。お、アンパンマンここに乗れるかな。あー、ここに乗ったらちょっと下がっちゃうね。あー、落ちちゃった。メロンパンナちゃんがエンジンを切ってるからね、ちょっと力がないんだよね。ブルドーザーくん、いつもならね、ブルドーザーくんはグーってね、こうして持ち上げることできるんだけど、エンジンが今切れてるからね、アンパンマンの重みでこうして下がっていくんだよね。よし、まあいいわ。ここにね、メロンパンナちゃんを乗せよう。よし、出た、できた、できた。4人乗った。すごいね。見てみて、ブルドーザーくんの上に4人も乗れたよ。すごいな、びっくりしたね。ちょっと待てよ、これアンパンマンをね、もうちょっと横に寄せたら、ここにもう一人乗れるんじゃないかなって思ってね。よし、赤ちゃんマン、よいしょ。あちょっと厳しいかな。これはどうだろう、乗ったことになるのかなねえ、これもし乗ったことになるんなら、5人乗ったことになるよ。ブルドーザーくんが2位になるね。これはどうなのかな。ブルドーザーくんのね、こうエンジンがかかっとったらこういう風に上がるんだよね。でも今エンジンが切れてるからこうして落ちてしまうんだよね。ここはどうね。あー、やっぱ力がないね、今日はね。はい、ということでね、このたくさんね乗る対決は、このトラックくんが1番でした。じゃ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 ーん。そしてなんと2番はこのブルドーザーくんだね。5人も乗ったからね。そして3位はこの幼稚園バスくんだね。幼稚園バスくん4人乗ることができたね。そして次はこの市営バスくん、これは3人だったね。このトラックくんはよく考えるとね、まだ乗れるよね、ここにね。ちょっとね、もう一人このアンパンマンを乗せてみようかな。おお、乗れた。すごいなー、やっぱり246な2468、10人も乗れたよ。すごいね。こんなにたくさんの人を運ぶことができるんだね。チャンネル登録お願いね。みんな最後まで見てくれて本当にありがとう。今日の動画はどうだったかな？楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画がすぐ見れるようにしててね。またグッド評価の方もよろしくお願いします。次の動画で待ってるね。じゃあね、バイバーイ。